本日は、ブログの方に質問が来ていたので、答えていきたいと思います。はい、結構深い質問でした。テブンさん、ご質問、ヤスオさんはじめまして、ご質問させてください。私、ヤスオさんと心の感性が似てる部分があると勝手ながら感じていますが、価値観が全て合ってるわけではなさそうですが、人として好きです。で、質問なんですが、シングルマザーはありかなしですか？性生活は大切だと思っていますが、既婚した場合、基本子作りの時しかしないという話を覚えていますが、それはどう考えていますか？ここはとても大切なことを思っているので聞かせてほしいです。はい、まずシングルマザーがありかなしかということなんですけど、基本的に全然ありですね。はい、というのも、まあそうですね、特にそんなあんまり気にはしないかなっていうのはありますね。というのもやっぱ運命の人は一人だと思っていますので、まあ家庭はその家庭ですね、家庭はどうであれ、うん、まあそういう思った人はそう思うので、子供がいるとかいないとか離婚してるとかなんかそういうのは全く気にしません。はい、なので全然終わりな感じですね。あと職業とかに関してもそういう偏見も特にはないので、変な話、セクシー女優の方でも、はい、OK ですね。はい、まあ付き合う段階になったらちょっとやめてもらいたいなとは思ってしまうんですけど、まあ過去にそうだったっていう、そうですね、付き合う段階になったらちょっと、うん、やめてもらいたいなっていうのはありますけど、はい、結婚とかも別に、そうですね、現役の方でなければ元セクシー女優ですって方でも全然個人的には、はい、偏見も持ちません。っていうのもその人が今あるのもそういう経験をしてきたからこそ自分の性格だったり考えだったりが形成されてきてると思うので、うん、誇りに思って今までの人生を生きてほしいので、うん、その過去はそうですね、大事なこと、本当リスペクトに値することだと思うので、はい、うん、いいと思っています。はい、自分も一回そのウォータービジネスみたいのもやっていましたし、はい、そこでやっぱり学んだことはすごい大きかったです。というのもやっぱり自分がそのカメラマンのアシスタントをしていて、1日、1000円の給料だったので、月3万円の給料だったんで、もう夜中働くしかなかったんですけど、まあ、そこでそうですね、ホストの方をやっていたんですけど、まあ、そこで学ぶこともすごいいろいろありましたし、はい、まあ汚い世界も見ましたし、綺麗な部分も見たと思っています。はい、ので特に本当全然偏見は仕事だったり何でもですけど偏見はないので、はい、ぜひいろんな方から婚活会の応募の方お待ちしております。よろしくお願いします。で、あとがあれですね、既婚した場合、基本子作りの時しかしないという話を覚えていますが、どう考えていますか？そうですね、これは、はい、基本的にその、やっぱり周りの結婚してる方たちを見てると、もう基本してない人がほとんどだと聞いています。だと聞いています。はい。っていうのもあって、そこでするって言ってしまうと、相手を傷つけることになったりするなっていうのがありまして、そういう発言をしました。はい、まあ自分自身がその性欲がないとかそういうわけではなく、平均ぐらいの性欲は、はい、ありますので、はい、っていうかこんな何言ってんだって感じですけど、はい、あります。ただそのいきなりマリッチの時にその発言をしたんですけど、そうですね、それはある意味相手にちょっと
繊維に対して距離を置いたっていうのは正直あったので、そういう発言もしました。というのも、まあ、ちょっと裏話みたいな感じになってしまうんですけど、3回ぐらいですかね、布団に潜り込まれてきたことがありまして、はい。まあ、その時、そうですね、相手はそういう対象として自分は見れなかったので、はい、全くそういう行為をすることはなく、普通に横で寝ているっていう状況になってたんですけど、はい、あんまりそういう対象として見れなかったんですね。はい、なので、うん、そうですね、うん、何もしてないです。はい、なんかそういうのもあったんで、ちょっと性に関してはあんまりそれで性欲がありますみたいな感じだと、じゃあなんでしないのみたいな感じになっても嫌だったので、それをまあ傷つけないようにっていうのも、はい、相手を傷つけないようにそういう話はしました。うん、なので全然健全な男子なので、はいっていう、何の話なの、本当ね、恥ずかしいですけど、はい、ということで大丈夫ですかね。はい、という感じで質問無事答えられましたかね。はい、なんで他のまあいろんな質問、ぜひそうですね、 YouTube のコメント欄の方にぜひしていただけたらと思います。ブログだとちょっとそうですね、承認されない時とかもあったりするので、ぜひ YouTube の方に、コメントの方いただけたらと思っております。はい、という感じで、また質問などぜひよろしくお願いします。お待ちしております。はい、また見てください。ありがとうございました。